どうこんばんは。お盆で帰ってまいりました。おでごくございます。母ちゃんただいま。まだ母ちゃんの方もログイン見てないけど。乾杯。母ちゃん乾杯。先やっとくよ。病院はひとまず臨時のベッドを設け、患者を受け入れることにしました。この大洗の丸子な、あかんない。やっぱりな、無事でよ、帰ってきてる。最高だな。これ母ちゃん、貝はなんだこれ。すごい、うまいわ。チャスダリの料理を取ってきてくれてからね。これ丸子だっぺよ。うん。うまいわ。だから、お笑いでさ、食ってるぐらい魚食ってから、東京で刺身ちゃんま食わねえだよな。あと、母ちゃんの膝これ。煮浸すしね。煮浸す。ああ、最高だな。天ぷら。鶏ざま食うんだよ、鶏ざま。うん。違う、これ鳥さんだって。この母ちゃんの煮浸しを昔の雅山、今双子屋坊やがったあの野郎、夏だけで2キロぐらい食っちゃったもん。何でしょう、うまい。ヘラまで食えと思ったらヘラ食えんの。うまっ。あ、いいね。天つゆあんの。天つゆ。あんたっぺよ。うん。はぁ、最高だ、揚げたで。いや、どうも。見よ。天つゆ、はいよ。はいよ。うん。あの、ナス。はい。ナス。入れちゃうか。うん、はい、いいよ。グッペね、上でもやっぺあるの。うん、ポリカッペ。やっぱり大根おろしだよね。うん、どれどれ。いろんな天ぷら屋も行ったよ。いろんなとこな、高いとこも。これ以上うまい天ぷらはない。そうだって急に来てっぺよ。 PCR 受けたんだこの間。まだ PCR だっぺ、あのコロナの検査あっぺよ、うん、あれ一昨日が連絡来て、セーフだわ、セーフ。2回目だ、2回やったんだよ。あっち、うん、すごいわこれ。うん、あ、そう、うん、うん、味、味、味って味天ぷら。うん、まあ、もう少ない方がいいよね。うん、でもそうだな。うわ、すごいな、その数。うん、はいよ。うん、エビ、ね、やっぱり俺らあのちっちゃい時、昔、今はよ、回転寿司ってもエビって安い皿に入ってっぺよ、入ってんだよ、うん、エビって、うん、俺はちっちゃい時、エビって食えなかったもんな、なんか、ね、この寿司ってもエビ、うん、高いもんな。エビって今安かっぺよ。なんでだっぺよ、外国語だから。うん、こんだけエビあったら大変なだけだった、昔は。揚げのことと、あ、でも揚げ野郎は肉だもんな、昔から。今でも回転寿司食ってエビおかわりしちゃう。うまっ。うん、あんまり揚げたてて、うん、母ちゃん、これ母ちゃん、ルーやってくれて、温めてくれてる？ルー、カレーのルーだけ。暴走族も今茨城しかいねえと思う。うん、つってんな。本当に土浦のご老中でやっててもお前、タスコ食いたけど、バンバンって。なかなか聞かねえと思う。千葉でも走ってめえもあんまり、ご老中でバンバンってやってんな。気合入ってんな、茨城。
ーキャンカレーな。うん。最高だわ。うん。いや、落ち着いた。うん。これ俺はチーズ好きなんだよ、このハム。うん。なあ。うん。ずーっとこれ。ね。じゃがねえの、俺ね。うん、じゃがね。じゃがね。これ。じゃん。リーイエドも。これ3号、4号ぐらい炊いた。4、5号。5号炊いた。うん。一人でこれぐらい食っちゃったもんな。うん。一人って。5号。俺じゃなくて、秋のこと炊いたんだよ、ちゃんと。うん。母ちゃんいる時は。うん。あの頃、米5杯に水5杯って死んでから、この第二関節まで入れろだとか、ちょっと水やって。本当になんかそんなことやってやったんだよ。これお盆、これ足とかつくなって。うん。じゃあ、はい、ガラっていう感じ。これ。おがら。おがら。割り箸ないんだ、これでやるの、うん、うん。割り箸。昔割り箸じゃなくて。うん、割り箸ね。お180円ついたから。おかしいね、これ、うん、180円。おかしい。じゃあ阿部パパついちゃっただけんと、お盆で迎え日だろ送り日だっつって、うん、俺の方が迎え日の時もナスになんか割り箸だなんだかちょっと出して足作って、うん、おいでなんかわらたくんだけど、わら火つけなっぺよ、うん、村エビ、うん、そしたら村やつをやめろっつってたよ。麦わら、ぶっぶってて麦わら、うん、米のわらだね、うん、うまい。お盆に帰ってこれたの久しぶりじゃないの、うん、これも土地ね、土地だよ。そうなんだな、ね、お盆に帰ってくるね、うん、になったんだね。墓参り行くかとか、うん、母ちゃん、母ちゃん6兆ありの、うん、ハワイシー、ハワイ、これ使っぴよ、ね、うん、6ちゃん、うん、待って、もう切れから待ってろ、ね、あコロナになった時は母ちゃんな、次やってコロナ俺らがなった時困っちゃうと思ってな、うん、おいべ、これかちゃん。やばいよ、これ。死ぬべ、これ。このクラスの小学校かな。俺が。50年、ん？今54だっぺよ。約50年もんだ、このクラス。なんか景品じゃなくて、なんかついてたんだよな。たぶん。母ちゃんが箱で買うべよ。はん。はん。よく持ってる、この。何気に使ってんのにな。何時に来んだ、アキラは。うん、決まってねえの。何ですか。何がいいの。夕方。いや、俺夕方帰りにしたんだよ。迎え日は迎えてもらって、お墓に行った、お墓。墓参り。親を大事にしろとか、先祖を大事にしろって言うけど、先祖の一番近い人が親だからな。伊沢山さんの例までだって見たことあるの。お花様はだって俺が生まれる前だって死んだの、うん、ばあちゃんは。ばあちゃんいくつで死んだの。37。37で死んだの、うん、母ちゃんいくつの時に。で小学生。小学生、小学1年。覚えてんの。うん。なんで死んだの。心臓突然、うん、普通に暮らしてて、うん、心臓弁膜症でよ、死がねえってそう言って医者が言ってたのに、うん、死んじゃったの、うん、心臓が死がねえ。花って名前だったの、うん、大抜き花、うん、本当にその名前ちゃんだな、うん、花さんってな、花さん今ではつけ目おめえ花って。あのだって俺父ちゃんの年上だったもん、死んだ年、うん、こっちで50ね。そうだ、54だもん、うん、早生まれだから54ですんだけど、まさしらとっくに55だ、あれ、うん、あれ4月だって。父ちゃん54、5で死んだのか、うん、
大洗もコロナ増えてんの？217。2万人ちょっとではすごい人数だろうな。うん、で2万人ぐらいしかいないと大洗って。2万3000人で200人だと多いから。ちょっとおかしくなっぺよ。うん。まだ早かっぺよ。ね？もういいの？うん。どこね？ね？なんで帰ってきてるのこれ？おお。いい感じ。この奥さん。うん。ナスとキュウリだっけか。うん。はい。うん、足5本しかないんですよ。うん。はい、足5本だったらこれ。だいぶ小さい。ね。だいぶ小さい。あ。ちょっとある。食べたこのこの足。あ、持ってきますか。うん。箸もきます。いいよ、せっかくも180円だと思ってるのに180円もしたんだとしたら結構簡単に折れちゃうぞこれ。あれだいぶバランス、3本足ダメだっぺよ。これも3本だわ。ね、足してみよう。ね、持ってるな。大事だ。これ燃やすやつで、これ燃やすやつだってよ。燃やす。長い。刺し方が悪いな。こういうことだ。よし、できた。はい。これ。大事だ。それやんなくて大事だ。長い。一回長くして ね、やったほうがいいか。あれ尻がついちゃった。うん、足が。足が。足腰弱ってんだろ。はいよ。これ取ってて明日向かい向いて竹べかっぺよ。まあそういうことですね。ビニール持ってきます。はい。ダメだか。うん。なんとかしりよ。よし、よし。うん。うん。いいだ。うん。これ。それか。いいよ、やっぱり、多い時は、ひとさから。はい、はい。うん。いいよ、かずかず。うん。これ、明日、これもやるべかっぺよ。うん。
もう、新聞紙に包んだ、うん、ね、うん、はいよ、はいよ、はいよ、この子の置いとけ、はい、うん、はい、できた、うん、で、できた。ということで、明日父ちゃん迎えるお盆に帰ってきて母ちゃんの飯食べました。イエーイ。